に相手がその刀を奪おうと思って、使う取りに来るのを返して柔術の技法で投げ捨て切り倒すという技法になります。で長巻きというのは薙刀と違いまして刃の部分が約2尺3寸刀と同じぐらいの長さになっております。これを用いていろいろな技法を組み立てております。続きましてもう一組の鎖鎌の演舞を行います。Whoa!